の J-COM からお届け熊本ジーンズ館ありがとうございます。よろしくお願いします。一緒に手を振っていただきました。ありがとうございます。さあ、熊本で活躍する方々をご紹介するこの番組熊本ジーンズ館なんですけれども、今回から MC を担当することになりました。私、常盤よし子です。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ、そして最初のゲストがこの方でございます。熊本赤十字病院の副院長で宮田と言います。よろしくお願いします。はい、宮田先生です。よろしくお願いします。さあ、熊本赤十字病院なんですけれども、熊本県の基幹災害拠点病院にも指定されていますよね、はい、今日はですね、宮田先生のもう人となりはもちろんなんですけれども、はい、まあ災害に関すること、そういった取り組みについてもね、お話を伺えればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今回のテーマがですね、こちらなんです。じゃじゃん。1、3年寝太郎。2、災害への取り組み。3、これからのビジョン。ということで、この3つのテーマでお話を伺ってまいりますが、まずその1つ目ですね、ちょっとびっくりな感じなんですけれども、この3年寝太郎という言葉がね、皆さん気になると思います。ここについてちょっと詳しく伺っていきたいと思いますが、まず先生、ご出身はどちらなんですか？長崎県の長崎市です。あ、そうなんですね。熊本ではない。はい、しかし、小学校6年生の時に、はいはい、熊本に引っ越してきましたんで、もう完全にベタな熊本人ですちなみに熊本はどちらご出身なんですか？熊本市市内。市内ですね。市内ですか。熊本市の水前寺公園の裏あたりでずっとうろうろしております。あ、そうですか、はい、じゃあもう本当に町っ子ですね。はい、そうですね町っ子ですね、はい、どうですかね、子どもの時って先生はどんな感じだったんですか？自分で覚えてはあんまりないんですけど、親につけられたあだ名が三年寝太郎。なるほど、そこにかかってくるんだテーマが学校から帰ってくるとゴロ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 してたんで、はい、お前は3年寝たろうかとずっと親から言われておりました。あ、そうですか。そのぐらいゴロゴロしてたんですか？みたいですねなんか意外ですね。はあ、まあ、その分学校出てはずっと忙しくなりましたから、まあ、きっと神様は上から見てて、こいつゴロ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 してるから、あとは忙しくしてやれって思ったんだろうなと。今はめちゃくちゃ忙しいですじゃあお母様がおっしゃったそのあだ名はバッチリ合っているということになりますよね、はいはい、その通り。さすがですね、お母様ね小さい頃っていうのは部活動とか何かなさってたりされたんですか？3年寝太郎ですので。もうそこも全く、はい、全く帰宅部はい。それは小学校も中学校も高校も。そうです、もう投資で帰宅。投資で帰宅部でそれはちゃんとこう自分の中でルールが決まってるんでしょうね。そうですね。そうなんですね、はい、勉強はお好きでした？やってたんですね、多分ねあんまり覚えてはないけれども、はいはいはい、勉強すること自体はまあ、それは多分好きだったんだと思います。多分好きですけど。多分ですね、はいはい、うん、そうなんですね。で、高校はちなみにどちらに行かれたんですか？熊本高校です。あ、熊本高校、はい、徒歩5分ぐらいで。あ、徒歩5分確かに徒歩5分ですね水前寺の裏ぐらいにお住まいだったならですね、はい、じゃあもちろん歩いて高校にも行って。いえ、それでも遅刻しそうで自転車で慌てて行ったこともありますね。そうですか。じゃあもう自転車でもう2分ぐらいで着いてたんですね。そうですか。なんかこう先生の今の感じからするとちょっとね、子供時代はびっくりな感じですけどね。思い出してみるとびっくりしました。お医者さんになりたいなとかいうのを思われたのはいつ頃だったんですか？多分中学校ぐらいからだと思います。中学校、はいはい、チャレンジしてみたいという。当時医学部ってそこそこ難しい、うん、学校だったんで、はい、それにチャレンジしてみたいというのはあって勉強したんだと思いますね。やっぱりね、難しいことにチャレンジしてみようということで、その選択肢としてやっぱり医学部を
目指すっていうのは結構ハードル高いですけどね、うん、いやすごいと思いますよ。そうですか、うん、私はもう1ミリも思いませんでしたもん、中学校の頃に。だからね、やっぱりこの医療業界に進んでいくっていうのがね、もうやっぱ神様が天から見てらっしゃったのかもしれませんね。3年、うん、ね、もうずっと寝てたからぼーっとしすぎてましたね、はい。でその後は、大学進学はどちらに行かれたんですか？熊本大学の医学部に進みました。熊本大学の医学部に、はい、じゃあもう本当にすごい近所ですね。そうですね、たくま丸小学校、帯山中学校、うん、熊本高校、はい、熊本大学ですから、はい、まあ、ほぼ、自転車圏内で一生で、ね、はい、過ごしています。でもそれって本当親孝行ですね。一番いいコースですよ、だって。あ、でも親苦労したかもしれないですね。朝起こすのが大変。ずっとお家にはいるからですね。そうなんですね。で大学、まあ、進学して、まあ、医学部に入られたということですけど、やっぱり勉強は結構大変だったでしょうね。これあんまり恥ずかしいので言いにくいんですけど、勉強しませんでしたね。勉強しませんでした？はい、え、サボり方はよく勉強しましたけど、まあよくサボってオートバイに乗ってあちこち、はい、友達と行ったりとか、そういうようなことはしていましたけど、うわ、もう30年以上前の話なんで、まあ許してください。許してくださいだそうです。そうか、ツーリングとかに行かれてたんですね。はい、へえ、じゃあ、まあ、楽しいそういう友達との出会いもあったわけですね。そうですね、はい、うん、まあ、仲間同士でいろいろと、うん、阿蘇に行ったりとかしてましたね、うんうん。先生は今その、日赤にいらっしゃいますけれども、専門っていうとどんな？私はもともとは外科、外科全般をやってたんですけど、今は血管外科が専門になっています。血管外科というと、はい、まあ、簡単に言うとどういった感じなんですか？まあ、人間の体には、うん、体中血管が張り巡らされておりますので、その血管、動脈と静脈を、つないだり、うん、またその病気になった血管を治療したり、うん、まあ、最近はですね、カテーテルを使った治療というのが非常に進歩していますので、うん、まあ、そういった治療も行っています。やっぱりその外科の道に行こうと思われたのはもう大学の時だったわけですかね？大学を出る直前に、はい、はい、決めましたね。でそれからはじゃあもう今ずっと外科で、そして今がだから血管外科という、はい、そうですね、ところになるわけですね、はい。でもなんかこう名前だけ聞いてもなんか私とかはね、全然わからないですね、血管外科って。そうですね、うん、はい、難しい。血管外科の中でも今透析 の、うん、患者さんを、透析、血液透析をするための血管を、はいはいはい、取り扱う外科を主にやってまして、うん、非常に今は専門化した分野 の、 担当している形になっています。うん、はい、そうですか。じゃあちょっといろいろお話を伺いたいんですけれども、2つ目のテーマに行ってもよろしいでしょうか？2つ目のテーマがこちらでございます。災害への取り組みということで、はい、赤十字病院ではこの災害への取り組みっていうのも結構大切にされてるんですか？はい、はい、まあ、日本赤十字社っていう大きな組織がございます、はいはい、そこは法律で規定された日本赤十字社法という法の中で、うん、災害時の、被災者の救援というのがですね、うん、きちんと謳ってあって、うん、で赤十字病院というのはもう全て、うん、災害時の救援活動をしなければならないという義務を持っています、うん。まあ、そういった意味も含めて熊本赤十字病院はですね、非常に先進的な災害への取り組みを行っています。うん、で伺ったお話によりますと、国際医療救援部っていうのが、国内の赤十字病院で初めて熊本にできてるんですよね。はい、はい、まあ、熊本は赤十字の発祥の地でもあるんですけれども、国際救援の場でもですね、非常に先進的な活動を、まあ、それ以前ずっとやってましたんで、うん、日赤の92病院の中で、まあ、初めて国際医療救援の拠点病院というのに指定されています。うーん、それがだから2000年、はい、そうですね、ということになりますか？もう20年前、はい。それをやっぱりこう作るにあたって先生も結構
ご尽力なさったんですね。はい、私もその創設のメンバーの一人になるんですが、はい、当時の院長先生、さまざまな人たちが、協力してこ の, 国際医療救援拠点病院、国際医療救援部というのを作り上げました。そうですか。先生も実際にいろんなところに行かれてるんですか？いや、もうあちこち。あちこち。例えばでちょっといくつか。ですね、思いつくままに言うと、はい、アフガニスタン、パキスタン、カザフスタン、イラン、イラク、インド、タンザニア、チリ、コソボ、ユーゴスラビア、などなど、はい、すごいですね。今聞いただけでもね、結構危ないところが多いですね、やっぱり。そうですね、半数以上はやはり紛争地ですし、災害に、紛争の犠牲者の救援というのは私たちの仕事の大きな、テーマの一つなんですけれども、紛争地というのは非常に災害にも弱い地域でもありますので、一旦災害が起きると紛争だけじゃなくて災害による被災も非常に大きいということになります。こう行ってみていかがでした？一番最初は。頭に来ることが多かったです。紛争地ではその、戦闘員がそのお互いに戦って怪我をしたり、亡くなったりすることももちろんあるんですが、それ以上にですね、何倍も一般の市民の人たちが、怪我をしたり、銃で撃たれたり、大砲の弾で大怪我をしたりとか、亡くなったりとかするんですね。でそういった光景を日々目にしてますと、非常に頭にきます。もうこんなことを何で見ないとんだというのは、はい、もう派遣されている期間中ずっと感じることでした。そこからだから、始まっていろんなところに行かれて、やっぱり日本にいる時と感じることって随分違いますよね。そうですね。よく日本人は平和ボケで、とかなんとか危機管理がなってないとかいうことを言いますけど、もちろん紛争地に行ったら常にその自分の身を守れるかどうか、用心した準備した行動が必要になります。日本ではそういったことは必要ない、そのぐらいですね、平和ボケできるぐらいの私たち日本人というのは、とても幸福な環境にいると考えていいと思います。もしその世界中の人たちが平和ボケできるんだったら、こんなに素晴らしいことはないんですから。私たちは平和ボケしてるって言われて、自分たちのことをこれではいけないと思うんではなくって、このぐらいの平和ボケできるぐらいの世の中を作ろうよというふうに、むしろ自分たちの状況を発信してもいいんじゃないかと私は思っています。3つ目のテーマですね。3つ目のテーマがこちらです。これからのビジョンということなんですけれども、これはどんなビジョンを今お持ちですか？病院としてはですね、熊本赤十字病院としては当然今までやってきたように、はい、これからも救急医療、うん、後ろにドクターヘリの写真が、はい、写っていますが、はい、救急医療を中心とした、はい、県民のためのですね、医療を提供していきたいというのがあるんですけど、もう一つですね、私たちがこの20年ぐらい取り組んでいるのはこれです、はい。これはですね、はい、グリーンリボンといいまして、移植医療を推進しよう、うん、移植医療というのがどんなものか考えるきっかけを作ろうということを今行っています、うん。ちなみにですね、今月この番組が放送されている頃に、うん、ちょうど重なってグリーンリボンキャンペーンというのがありまして、いろいろな施設、例えば桜町などがグリーンにライトアップされることがありますので、もし機会があったら見ていただけるといいかなと思いますし、年に1回ぐらい、市民公開講座というのを、熊本県と熊本市と、共同でですね行っておりますので、これも今月、そういったことが行われる予定になっています、はい。このイベントを通して、はい、どんなことを皆さんには感じていただきたいですか？移植医療、うん、あるいはその脳死化の、臓器提供というと、とてもなんか怖いことのように感じます。実際に
移植医療のためにはどなたかの亡くなって、うん、でその亡くなる方が残した気持ちを次の病気で苦しむ人のためのにつなぐということを行うわけで、非常に重い内容です。だけれども今はその方法しか命を救うことができない病気を持った人たちがたくさんいらっしゃるんですね、うん、でそういう人たちのために、どうしたらいいのかなと、何かできるのかな、できないのかな、それぞれ皆さん違うと思うんですが、それを考えるきっかけをですね、うん、こういったイベントを通じてですね、始めていただきたい、うん、ひょっとしたらお家でご飯を食べるときに家族でこんなことってどう思う、うん、みたいなですね、そういうお話を始めるきっかけを作っていただきたいというふうに思っています、うん、そうですよね。やっぱり言葉だけで臓器提供とか移植って聞くと、うん、なんか怖いなっていうイメージ持ってらっしゃる方も、うんうん、多いかもしれませんからね、はい、こういったイベントを通して本当に知っていただきたいと思いますし、今免許証の裏にもね、はい、そうですね、はい、書いてありますからね、はい、それを知らない人ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、うんうんうん、そうやって、まあ、自分の意思をこう皆さんに伝えるっていう、こういう手段もあるんだよっていうことも知らない人はそのイベントを通してまた知っていただきたいですからね、はい、うん、我々一人一人は立派に一生を全うしたいとみんなが思ってるんですけども、うん、そうならないこともあるかもしれません。その時に自分の気持ち、うん、またはその自分の命をですね、誰かにつなぐということができるという今そういう方法がありますから、うん、それは自分のこととして一度考えていただきたいと思います、うん、はい。さあここでプラスアルファで先生の人となりに触れていきたいと思います。マイフェイバリットのコーナーです。ということで先生、熊本でのお気に入りは何でしょうか？水前寺成就園です。おー、水前寺成就園びっくりですね。それはでもまたお家からも近いですね。はい、徒歩圏内全てが割と徒歩圏内、はい、小さくまとまってる水前寺成就園はどうしてですか？とても公園として、うん、日本の庭園としてとても美しいことはもちろんですけど、はい、ちょうどいいサイズなんですね。四季を味わうにも散歩するにもちょうどいいサイズです、うん、そして日本中さまざま大きな立派な庭園ございますけど、外国人の友人を連れていくと、うん、とっても水前寺公園喜ばれます。へえ、はい、そうですか。はい、日本庭園らしい庭園を見ることができたって言って喜んでくれます。ただここ入場料400円なんで、はい、年に何回も行くと高いんですけど、友の会制度っていうのがあってですね、詳しいですね、すごい。近所ですから。で、1000円で年間何回でも行けるのがあるんですよ。だからもしお散歩コースでどうかなと思ってらっしゃる方がいたら、ぜひその友の会に入って、入り口のところの受付で友の会って言うと、多分、はい、申し込み用紙を出してくれると思います。これは賢い、はい、賢く利用しようという、はい、ぜひとも皆さん参考にしてください、はい、ということでいろいろとお話を伺ってまいりましたが、宮田先生、最後にですね、番組をご覧の皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか？はい、熊本赤十字病院は、人と社会のまさかの時に寄り添う病院として日々救急医療に頑張っておりますが、これからも先ほどお話しした移植医療について力を注いでまいりますので、ぜひ皆さんもこの移植ということについて一度お家でお話し合いをして考えるきっかけを作っていただけたらありがたいと思います。はい、ということで熊本腎図鑑、今回のゲストはですね、熊本赤十字病院副院長の宮田明先生にお越しいただきました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。